ハロー釣り中。どうも、なおさこってつ。本日は、ちょっといつもと変わって、釣り動画でもなく、ルアーレビュー動画でもなく、謝罪会見パロディでもなく、コラボ企画動画でもなくですね、オンラインセミナー風にやってみようかなということですね。まあ、ゆくゆくはオンラインサロンみたいな今流行りのね、まあ有料会員制なんかにね、したいなと思っているんですけれども、まあ名付けて、なおサロンということでですね、今日もやっていきたいと思います。それとですね、まあ近々、まあそんなに近々でもないですけども、こんななおさこ TV を応援していただけるという方向けに、クラウドファンディングなんかもですね、挑戦してみたいなと考えておりますので、その旨よろしくお願いいたしますということですね。じゃあこのなおサロンのオンラインセミナーで何を学ぶかと言いますと、私今シーズンはめっきりサーフゲームを鬼のようにやってできているわけですけども、いよいよシーズンも大詰めで、いやいや半ば秋本番シーズンのメガヒーも取り損ねているじゃねえかということは内緒のお話なんですけれども、まさに影を知り己を知れば百戦危うからず、ノーモアメガヒーズということですね。皆様と一緒にヒラメについて学んでいきましょうということでございます。まあですね、ヒラメを釣りたければまずはヒラメをね知り、己の釣りを知ることで負けない釣りをしようよということですね。まあ、この厳しい冬、ワンチャン一発逆転寒ビラメ願うのも、まあ、当然僕も願いにも行きますけども、やっぱりそれだけじゃなくてね、この厳しい冬の期間にですね、しっかりヒラメについて勉強していきましょうということで、今回ですね、このようにやらさせていただいております。ではですね、第1回の今日は早速、ヒラメとはということで、ゆっくりですね、これからじっくりやっていきたいと思います。ヒラメについて、まずは皆さんご存知の通り、こんな魚ですよね。まあこれは、今年の5月にとった62センチだったかな、63センチだったかな、まあ俗に言う小座布団ということでございますけれども、まあ平べったくてですね、口が、しゃくれてて牙がむき出しでね、もう見慣れてくるとだんだんこの顔が可愛く見えてきちゃうんですよね。やっぱり簡単に釣れる時もあれば、なかなか難しくて会えない日々が続いたりとね、やっぱり人ってなかなか会えない日が続くとですね、恋しくて、まあ、あなたのこと思うほど、ということですね。久しぶりに釣れた際には、思わずサーフの片隅でガッツをポーズしてしまうんですけれども、まあ本当に、釣れるときは釣れるし、釣れないときは、まあ、えらいドツボにはまったりしますよね。では、このヒラメという魚をですね、まずは学的に見ていくとこんな風に分類されそうなんですね。学術分類と。脊椎動物で、まあ、うんちゃら、いろいろ書いてあるんです。まあ、魚類ですよね。で、スズキ系、カレーメ、カレーアモク、ヒラメ科、ヒラメ属、ヒラメという風にですね、生物学的分類学で仕分けされてるようですよね。まあ、詳しくは学者ではないのでよくわかりませんけども、この目とか科とか属とかはですね、生物分類学的階級ということで、これで地球上の様々な生き物を、類としてまとめて表現されているとのことです。ちなみに我々人類、人はですね、脊椎動物門、哺乳綱、サルメ、ヒト科、サイピエンス種とかになってるみたいなんですね。まあ、大学とかでこういうの専攻してない人にとっては、あんまり馴染みのないね、まあ、テレビとか、まあ、YouTube 見ててもたまに聞くワードではありますけども、あんまり日々聞かないですよね、こういうね。改めて見るとまあ面白いなと思うんですけども、まあ、こういうですね、生物分類学的階級とかですね、詳しくはですね、ご愛用の検索フォームにてご確認くださればということでございます。
話を戻しますと、ここで言うとカレーメーカーが多く分岐になっておりまして、例えばカレーメ、カレーアモク、ヒラメか、これヒラメですよね。カレーメ、カレーアモク、カレーか、カレーとかですね。でカレーメ、カレーアモク、牛の下か、下ビラメとかですね。よく釣れちゃうやつですね。ヒラメ、サーフヒラメあるあるのね、ヒラメ違いということでございますけれども、まあ、とかになっていて、カレーのような魚、あるいはヒラメのような魚が、類としてまとめられているようですと。で、学術的なお話になると、当然、学名たるものがね、名付けられていてですね、学名は、英名は、となっているようですと。これを覚えておけば、魚の図鑑とか、論文とかね、ふと目にしたときに、あ、これってヒラメのことじゃんってね、いう、まあ、アハ体験なのか、疑似体験なのかをね、するかもしれませんよ、ということでございます。はい、ということでですね、本当に皆様のおかげでですね、チャンネルも、少しずつ少しずつ盛り上がってきておりましてですね、コメントを結構多くいただいておりますということですね。まあ、こういったね、トークメインの動画でですね、俗に言う米読みと言いますかね、コメントご紹介という形でね、これからやっていきたいと思いますので、皆さんどしどしコメントをいただければと思っております。最初なんで直近の、コメント、動画で言うと、ヒラメルアーサーフでガチで使えるミノート新編紹介&ワンポイントアドバイスと、プラグマンのプラグということですね。こちらの動画でですね、先日コメントいただきまして、今日はそれをね、ちょっとご紹介していきたいなと思います。ごま塩様、コメント失礼します。ミノーのシンキングとフローティングはどのように使い分けているのか教えていただきたいです。初歩の質問だったらごめんなさい。ということでですね、コメントいただき、ごま塩様、誠にありがとうございます。と、初歩の質問とかね、そういうことはもう全く関係ないので、気になったことどんどん聞いていただけたらなと思います。あとは僕が答えるだけじゃなくて、他に見ている方々気になったことあれば、どんどんこのチャンネルのね、このコメント欄で議論していただければと思っておりますので、その旨よろしくお願いいたします。で、これに対しての私の回答でございます。ごま塩さん、コメントいただきありがとうございます。フローティングミノーとシンキングミノーは主にトレースしたいレンズによって使い分けています。フローティングミノーは中層化が上部をトレースしたいときに、シンキングミノーは中層から下部をトレースしたいときに使っています。あとはフィールドの状況やドーモデルでもフローティングタイプとシンキングタイプとで動きが違ったりするので、そのあたりも考慮して使い分けていますよ、ということでですね、回答しております。で、ごま塩様、なおさこ TV、 なるほど、レンジや動きが違うんですね、フィールドの状況なども考慮して使っています、ありがとうございました、ということで、いえいえ、また何でもコメントしてくださいね。楽しんでください、ということでございますけども、フローティングミノーとシンキングミノーは、本当にトレースしたいレンジによって使い分けてることはそうなんですけども、結構ですね、動きに差があるように私は感じていて、で、同じタイプの、同型のミノーでも、フローティングタイプとシンキングタイプ、あるんですけども、例えば、フローティングタイプの方が、キビキビ動く。で、それに対してシンキングタイプの方は、ちょっとゆったりした動きになるとかですね。そういうこともありまして、あと飛距離の違いもあったりしますね。シンキングタイプの方が若干重めに設定されるんで、重い方が飛ぶよっていう形になるんですけども、昨今、お騒がせしておりますヒラメミノ SR150 なんかは、メーカー公式だとフローティングの方が飛ぶようにできましたっていう風にね、書いてあったりしますね。で、話を戻すと、やっぱり一般的なミノ
まあ、ここではヘビーシンキングはちょっと置いといてほしいんですけども、まあ、それぞれ単体でアクションが違うかなっていうことで、まあ、一個一個ね使い分けて、まあ、その動きによって使い分けていくっていうようなイメージの方が強いかもしれないですね。あとはですね、サーフで使うとどうしても波があるんで、波が高いとかちょっと荒れてる感じの海の時はフローティングタイプだと波に巻かれて全く水中を泳がせることできなかったりするんですね。そういう時にはもうシンキングタイプしか使わなかったりとか、あとはデイゲームなんかはフローティングタイプだとまず上まで浮いてきて食う魚、まあ、ヒラメに関して言うとね、明るすぎてあんまりないんで、まあ、できるだけレンジを低く深く通すっていうことでシンキングタイプ使ったりしますね。あとはもう好みによりますし、まあ、明確な使い分けで言うともう一つは根掛かりポイントが多いようなところ、砂地だけじゃなくて岩礁もちょっと混ざってたり、下にテトラとかそう人工的な障害物が沈んでたり、あとは、まあ、沈み根っていうかその海藻類とかですね、そういうのが結構あったりするようなところはシンキングタイプだともう引っかかっちゃうんで、沈めて引っかかっちゃうんで、そういうところではもう昼夜問わずフローティングしか使わないとか、まあ、そういう感じですね。はい、で、まあ、こんなフローティングタイプとシンキングタイプのミノーでこんな使い方してますよっていうね、ご意見あればそういったご意見とですねコメント欄にご投稿いただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まあ、最後にちょっとお知らせがあるんですけども、皆様のですね、釣りのエピソード、まあこういう風にしたらこんなの釣れたよとか、釣れなかったんだけどこんな面白いことあったんですよとかですね、ぜひですねご投稿いただければですね、私直迫 TV 内でご紹介したいと思っておりますので、 Facebook、Instagram、Twitter、ダイレクトメールとですねそれぞれ私にアクセスできるポイントがございますので、そちらにですねできればお写真、まあ、写真なくてもいいです。全然コメント、テキストベースのコメントだけで全然いいですので、まあ、できれば写真とかあればなお動画内でご紹介ねしやすいかなと思うんですけども、そういったことございましたら、ぜひぜひ、直迫 TV まで、ご投稿いただければと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ということで直サロン第1回ということでていきました。これからどんどんこのなおサロンもですねアップデートしていって、皆様により良い情報をお届けシェアできるようにですね、やってまいりたいと思っておりますので、本日のなおサロンは以上とさせていただきます。ありがとうございます。